日本カーリング選手権大会第30回日本カーリング選手権大会第30回日本カーリング選手権大会は2013年2月12日から17日まで北海道札幌市と夜平区の道銀カーリングスタジアムで開催された日本カーリング選手権大会である開催地推薦各ブロック予選を兼ねた大会で勝ち抜いた8チームが出場男子優勝チームは 2013年3月30日からカナダブリティシュコロンビア州ビクトリアで開催される2013年世界男子カーリング選手権女子優勝チームは2013年3月16日からラトビアリガで開催される2013年世界女子カーリング選手権へ日本代表として出場する男子は SC 軽井沢クラブが4年ぶり4回目女子は 中部電力カーリング部が3年連続3回目の優勝を飾った。勝率直接対決の勝敗、DSC1VS22 月16日14時3、VS42 月16日14時準決勝2月17日8時3位、決定戦2月17日11時20分決勝2月17日14時30分。 1vs22 月16日14時 3vs42 月,月16日14時、準決勝2月17日8時3位決定戦2月17日11時20分、決勝2月17日18時15分。ありがとうございます。